おはようございます。釣り子 TV です。本日の釣り子 TV は、スライドスイマーとですね、この新しく買ったアブの、ビーストロケット。これでね、魚が釣れてるってこういった動画です。まずはこちらをご覧ください。よいしょ、よっしゃ、スラスイ釣れました。はい、スライドスイマーでね、食ってきましたよ。生後サイズだけど、これ嬉しいのはね、これこの前買ったアブのビーストロケットね、これで初めて釣れたんですけども、あのピンポイントで魚が食ってくるときに回収が早いので次のキャストに早く移れる、これがね、でこういうちょっと小さめのサイズのビッグベイトじゃない、スモールベイトかな、こういう小さいスライドスイマーなんかも投げやすかったんで、これのね回収の速さってのが生きた感じでした。ほいじゃあ逃がします。イエイ。はい、というわけで帰ってきましたが、タックルなんですけども、まずルアーはですね、こういったスライドスイマーの小さいモデルですね、これ昔からあるやつ。そして、今回ですね、先日購入したこのアブのレボビーストロケットね、これを使ってみたんですけども、リールはね、このハイギアで糸巻き量が非常に多いね、最新のリール。それに、竿はですね、これまたアブのファンタジスタ、レジスタっていうね、赤い差し色が綺麗なレジスタシリーズですけども、そこのですね、ランカーキラーっていうことで、フロッグとスイムジグにいいよなんていうのが書いてありますけども、まあこの赤が綺麗なんで、ちょっとね旧型のモデルになってくると思うんですけども、このボディと非常にマッチしてかっこよくないですか。なんかね、一体感があるというかね、すごい使っていてね、気分が上がるセッティングだなぁなんていう風に思ったんですけども。そしてラインがですね、これフロロカーボンの16ポンドラインを直結で使いました。この時期ね、非常にでっかいシーバスも釣れたりはするんですけども、今回狙ったパターンはまあ比較的復古ぐらいまでがメインなのかな、頂点に70とか、まあ、一番大きくて80までいるっていう、そういった狙いだったので、まあ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 、フロロカーボンの16ポンド直結でいっちゃおうかなっていうことで、リーダーは組まないでいきました。そしてですね、釣れたルアーについてなんですけども、これね、デプスのスライドスイマーの小さめのモデルね。こういうやつなんで、ボラ変色してるやつとか狙ってるのとか、そんな感じで見えちゃうんですけども、実はね、この時期、バチ抜けパターンって言って、イソメ類がですね、こう産卵のために水面付近で、泳いでいたりして、で、それを変色しているシーバスを狙うのが狙いやすいよ、っていうことでですね、今回このルアーをチョイスしてみました。だから、リップのついているサイレントキラーではなくて、リップなしのこのスライドスイマーがいいんじゃないかなっていうね。で、ちょっとしたチューニングをしてまして、通常に使うと非常に動きがいいですね。スライドスイマーですけども、クイックイックイックイね、動いてくれるんですけども、その動きをちょっとね、抑えるために、おとなしくするためにこの、はい、切れ目のところというかジョイントの部分にこうね、太めの P ラインをぐるぐる巻きにしております。これによってね、I 字引きですね、簡単にね、I 字引きっぽい動きが、出るようになる。ただ完全に止めているわけではないので、ロッドでこう操作するとちょっとグイって動くんですけども、基本はゆっくりのただ巻きにするとこうスーって感じでね、泳がせることができるようになって、それでこの柔らかいね、テール部分とかがいい感じのね引き波を作ってくれるので、まあ何しても動きをね止めるためにこういう感じでね、Pラインを結構ねぐるぐる巻きにしてね、
まあそれでもちょっとね、使ってるうちにまた動くようにはなってきてしまったんですが、通常だと輪ゴムをね何重にも巻いて、動かないようにして合い字引きとかするんですけども、本当ねこのジョイント部がねよく動くルアーなんで、今回はねこんな感じで糸をぐるぐる巻き作戦でやってみました。それでこうスークイッスークイッっていう感じでね動かしたらズバーンってねこうね出てくれて、まあサイズはそこまで大きくないですけどね、ただ狙い通りに釣れたんで、いい感じだったなーなんていうね、こういうルアーで狙っています。でまあ新しいリールなんで、これビーストロケット使ってみての感想なんですけども、あのねハイギアなんでビーストロケットっていうぐらいでものすごいねロケット巻きというか早く回収ができるんですね。で、まあ、今回狙ったところは水門といったポイントなんですけども、結構ああいう水門のポイントとかって、そこら中でボイルしてるように見えて、シーバスとかの場合本当一箇所でね集中的に捕食してたりするんですよね。絶対その流れと明暗が微妙にクロスする一点、そういうところでジボッジボッジボッ、あっち側もなんか適当にライズしてるように見えて、やはり明暗の境から出た何センチ後とか、もしくは明暗に流れ込む何センチ後とかね、そんな感じで結構ピンポイントでシーバスって餌を捕食するんですね。で、その時間っていうのはやっぱ海の場合潮の満ち引きで状況が刻一刻と変わっていくので、本当にまあなんだろう 3,4 時間続くこともあれば、10分15分で終わっちゃうことがある、そういうところでそういうスポットにいかに多くルアーを流し込むかっていうのが釣果を上げるとか、あとはバイトに至らせるポイントだったりって思ってるんですけども、そんな時にこのハイギアがすごい役に立ったな。で、こう、流れの、なんだろう、紙というか、上流側に投げて、下流側に、ね、引っ張ってくる、ルアーを引っ張ってくる時も、ハイギアなんで、その流れに負けずに、さーってそのポイントまで引っ張ってきて、で、ポイントについたら、まあ、目視してね、ちょっとスピードを緩めて、食わせの体勢に入って、あれ、バイトしなかった、もしくはミスバイトしちゃったってところから、ひゃーってこう素早く巻き取って次のキャストにこうすぐに移れるね。それによってちょっと限られた時間内で、効果的にその食わせようと思ってるルアーを入れ込みやすいね。そんなのをすごい感じましたっていうことで、そうですね、まあブラックバスとかでも川の流れがあるフィールドとかで、なんだろう、流れの上流側に投げてドリフトをさせつつも、たまにそのドリフトに勝つぐらいの巻きを入れてブルブルって動かして、で食わせのポイントにはドリフトで流し込んで、でそのやっぱり食わせようと思っていたヨレとかピンポイントから外れたらすぐにね回収してとかね、そういう釣りとかにいいんじゃないかなね。あとはそうですね、脳進化をやはりドリフトさせて、もういいかなっていうところになったら素早く回収するね、そんな感じで使いやすいんじゃないかな。ただまあめっちゃんこ軽いルアーはね、スプールも大きいし投げづらいかななんていうふうに思うので、ただこのスライドスイマーであればこういった一番小型のサイズとかね、これもそんなに重くないんですけども、この辺はちょっとスイーッとね気持ちよく投げれたなーなんていう感触があって、まあやっぱり重いのを投げるのには投げやすいリールかと思うので、下は印象的にはいろいろルアー投げ比べてみたんですけども、今のセッティングだとまあここら辺からが投げやすいのかなーなんていう風に感じました。使ってみたいのはもうメインの時期はね、秋のあのこの白パターンってビッグベイト変色するタイミング、そこに、糸入れ替えてね、 B ラインの太めのやつごっつり入れて、ジャイアントベイトとかねビッグベイトとかを投げようと思って買った、リールなので、案外軽いところから、いけちゃうんだなって、これはねなかなか嬉しい誤算だったんですけども、まあ出しどころによって
結構面白い釣りができるリールじゃないかななんていうのは非常に、感じ出しております。まだまだね、使い込んで釣り込んでみないとね、ブラックバスの方でもちょっとね試したいこういうシチュエーションああいうシチュエーションっていうのがあるので、引き続きですねせっかく買ったんで、レボビーストロケットね、いろいろと見ていきたいと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、デプスのですねスライドスイマーとアブのね、レボビーストロケット、これでね、シーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。